こんにちは、ミミです。今日は館内に来てます。地下街をくぐって伊勢崎モールの方に向かいたいと思います。伊勢崎モールを歩いてから6分ぐらいでお店に到着しました。ラーメンと未来に到着しました。当時営業になってるのでありがたいですね。ここのお店は何回か来たことあるんですけど、ランチはゆで卵がサービスになっていて、大盛りとライスも無料です。豚骨魚介ラーメンが売りみたいですね。ランチ時なのでゆで卵が無料で食べれるので、特に卵が入ってなくてもいいかなと思って、今日は炙りチャーシューラーメンを注文したいと思います。時間は3時ぐらいに来たので少し空いてました。調味料も一通り揃ってます。生姜と、これは何だろう、一味かな。あとはニンニクもありました。お酢と黒胡椒もあります。ゆで卵がテーブルにたくさん置いてありました。ご自由にどうぞってすごいですね。女性一人でも入りやすい雰囲気になってます。ジャズもかかっていておしゃれな感じです。食券とは別でテーブルにメニューが置いてありました。改めて見るとお酒も結構あるんですね。茹でるのに少し時間かかるみたいですね。炙りチャーシューラーメン1030円です。大きめのチャーシューが4枚入ってます。ツヤツヤのメンマも入ってます。美味しそうです。スープの温度が高いです。スープを飲んでみたいと思います。あ、結構魚介の味がしますね。魚介なんですけど全然臭みがなくってさっぱりしてるんですけど、味が複雑ですごく美味しいです。よく見ると桜エビが入ってます。桜エビがこの複雑な味を出してるのかわからないんですけど、すごく美味しいです。生野菜が入ってます。おしゃれな感じですね。水菜やベビーリーフみたいな葉っぱがたくさん入ってます。麺が出てきました。白っぽい麺ですね。中太麺の縮れ麺になってます。美味しそうです。麺をいただきたいと思います。もちもちしてて噛み応えがあって美味しいです。麺の茹で加減は本当に普通っていう感じですかね。固めでもなく柔らかくないのでちょうどいいかと思います。最初見た時角煮に見えたんですけど、こちらはメンマになってます。味が染みてて美味しそうです。ネギと一緒に麺をいただきたいと思います。魚介のスープとネギの相性がいいのですごく美味しいです。お楽しみのチャーシューをいただきたいと思います。スープにつけてから一
一口でいけるかな。炙ってあるので香ばしくって美味しいです。このメンマも想像通りの味で味が染みてて美味しいです。こちらは胡椒かと思ってかけてしまったんですけど塩でした。麺をいただきたいと思います。ちょっとしょっぱくなってしまいました。あれはゆで卵用の塩でした。このチャーシューは甘醤油がしっかり味付いてるんですけど、しょっぱいというわけではなくってジューシーで美味しいです。黒胡椒は粗挽きでした。美味しそうです。もともと品のあるスープなんですけど味変で美味しくなりました。スープの底に魚粉が溜まってるのでちょっとザラッとした食感でそれがまた美味しかったです。ご自由にどうぞのゆで卵を食べたいと思います。殻付きなので自分で殻は剥かないといけません。残りのスープに入れて食べたいと思います。ちゃんと半熟になってました。クオリティが高いですね。2個目の卵を食べたいと思います。味付け卵ではないのでやっぱりちょっと塩をかけた方がいいかもしれません。ちょうど良い塩味加減になりました。タンパク質必須の方は卵おすすめです。ごちそうさまでした。